私の料理一度も食べてくれたことないですよね。人前でご飯食べるの苦手なんです。あなたは食べられたらいいのにね。食べさせてやるよ。なんで食べないと生きてられないんだろうね。めんどくさい。誰だってお腹が空くんです。最後に誰かと食事したのはいつ？この前初めて自分以外のために作りました。修行し尽くしたお坊さんが飲まず食わずでお経を唱えるんだ、死ぬまで。俺は食べるために生きるんじゃなくて生きるために食べてるんですよ。